世界に最も近づいたと言われる日本人メジャー選手、ついにディープへ参戦、狼勇心。 UFC ではタイトルマッチも経験、日本人として MMA の歴史に名前を刻んだ偉大なるアスリート。そんな世界的選手を迎え撃つのはミスターディープ桜井隆太。常に熱い戦いを展開し、自らの体を張りながらディープを支えてきた不撓不屈の男。この両者は2004年プライド武士道で激突。その時は狼が勝利をものにした。あれから12年の時が流れ、経歴も立場も変わった2人が再び拳を交える。ディープの15周年記念大会という、もう少しでも印象に残るような試合に、そしてオカル選手という大きな山を越えてと思ってます。また再戦ということで、これも何かの縁なのかなと思っていて、もう一度、自分のねできることを、精一杯出して、皆さんの前で、勝負する姿を見せていきたいと思ってます。多くを語らずとも激闘は必至。若き MMA 選手たちをとくと見よ。これが歴史を作ってきた男たちの戦いだ。ディープウェルター級、桜井隆太 VS 狼勇心。